はい、こんにちは、勝間さんです。さあ、今日も貸し切りで撮影させていただいております。おっと、誰でしょう。サトシルカーリオですね。じゃあバトルの後に100円を入れると特別な対応をゲット。ルカリオが5枚中1枚は絶対に出るということでございますけど、さあ、誰かエリアを選んで、ね、出ない。テラキオ隣でもやってみよう。100円で必ずタグを1枚ゲット。メモリータグをセットしてね。読み込み中、読み込み完了。爆風サポートポケモンチケットを持っていこう。隣来い。置いてね。せい。ダメか。ダメだ、出ない。エースバンド。さあ、じゃあ今日はウーロース、こちら2枚あります。水流連弾の方と暗黒強打、この2種類ですね。これを使っていきたいと思います。で、なんでこれに使うかというと、こうするか、挟み撃ち、わかりやすいように。こっちも同じように。いいね、ウーロース祭り。で、これなんで使うかっていうと、ゲームソードシールドのゲームで必ず急所に当たるだがだったんですよね、確か技が。で、実際これ捕まえた時もめっちゃ急所当ててきて、めっちゃ強かったんですよ、ね、だからまあいいか。水流連打の方行きましょう。ちょうど相手あれなんで。さあ、タッグバトルやってるかのような勢いで。スタートが違う。10。まあいいや。OK、ナイス。行きましょう。さあ、水流連打の方。いいね。急所。あれ？あ、やっぱ急所。絶対急所なんだよね。だから必ずポケモン、相手のポケモン倒したいって時はもうウーロース絶対必要。全部持ってる。こっちは持ってないけど、まあいいや。今度違う方行くよ。アクタイプの方でやばいんだよね。多分スーパースターで一番強いんじゃない、今までの中でも。もう絶刀差とかいらないもん。急所当ててくれるから。さあ、今度は暗黒強打の方。はい、急所に当たりました。対象の敵は絶対に倒せると思う、多分。大丈夫、これもやめよう。交換ない。3ターン目。さあ、金銀の御三家です。さあ、今回は違うコンビでいきましょう。あ、ポケモンで行っちゃった。くそ。急所。ほら、行った。やばくない？これちょっとサポートポケモンしちゃってるからあれだけど。はい、行きました。マジで行けるから。さあ、ターンプラス1、ボス変わるんでやりましょう。あー、もう止まっちゃう。間に合わなかった。モンスターボールだ。同時で行きたかったんだけど。でウーラスマジ強なんだよね。さ
さあ誰ボス出てくるかな。君のサポートポケモンが増えた。あー一緒、こいつは一緒、このパターン一番寒い。他のところで来い。いやー、うわ一緒一緒。これはちょっと寒いですね。今一つでも行ってみようか。あと疲れてるのでも行ってみよう。大丈夫です。味方の攻撃。はい、疲れてる。でも攻撃はできます。ああ、倒せばできないけど、やっぱゼロからだとさすがにきついね。うおー、疲れてるのに倒した。抜群の急所、すげー。これまた、いけるじゃん。ボス、変わる。あ、みんなで。こいつは、おっと、新たなボスが現れた。さあ、テラキオン、バトル終了。テラキオンちゃん、相手のボスが仲間を呼び出した。ラストゲットタイム。シルバが必ず一匹捕まる。これはもう投げないですね。最後のターン、あ、またダメだ。水流連打の方、汗かいてる。まあでも行っちゃおう。どんだけ強いか分かる。強い。大丈夫、よし耐えた。味方の攻撃、耐えました。君のポケモンは疲れている。ボタン連打で終えた。どう、印象に当たった。抜群ではねえのか。リポート中、デフォート完了。そう、戦争完了。タグを取り出そう。ラストゲットタイム。どうする、やめるか。はい、ということでスーパースターウラオス激強だと思います。バトルで勝ちたい人は絶対に持っていた方がいい。かっこいいしね、この2枚最高だと思う。はい、それではまた明日。